はい、こんにちは、岸呂幸人です。この動画は2018年12月に撮影されたガンム火星戦記32話15ページ目のペンイレ風景を動画にしたものです。現在はペンイレも含めてデジタル環境に変わってしまったので、この時のようなアナログでのペンイレは今はしていません。動画を撮影したまま忘れてしまっていたんですが、それを発見したので今更ですが動画にしてみようと思いました。今映っているのは2018年12月の仕事場の風景です。現在は液タブとかを導入してしまって模様替えしたのですっかり変わっちゃっています。この下書きをペン入れしていく様子を解説していきます。下書きの書き方については昔上げた動画の方を参照してください。まずペン入れの際の基本的な約束事なんですが、手前の物体から描いていくようにします。今使っているのはクレタ系万年毛筆8号という筆ペンです。顔料インクの交換式の筆ペンですね。この筆ペンは非常に穂先がまとまりやすくて、僕にとってはすごく描きやすい筆ペンでした。布とか自然物とか、あるいは人物の主線など、少し太めのラインとか強弱のついたラインを描くのに非常に適していました。今使っているのは立川の日本字ペンです。筆が固めで、こういう一定のラインとか硬いものを描くのに適していました。丸ペンよりやや太めの線が描けるので、丸ペンではちょっと線が細すぎるなっていうような絵を描くのに適しています。今人物の前髪の方からペン入れをしています。クレタ系万年毛筆8号の筆ペンで描いています。エーリカの前髪から先に描いています。僕は筆圧が低いので G ペンでキャラクターの線を描こうとすると、透明の線を描くときにいつも苦労していたんですが、筆ペンだと柔らかな太い線が簡単に描けるので重宝していました。筆ペンはスケペンと違って紙に接触しているかどうかが感覚で分かりづらいので、慣れていないとすごく書きづらいと思うんですが、実はこれにはちょっとしたコツがあって、ある秘密の方法を使って書いています。それについては後ほど解説します。今 G ペンに持ち替えて書いています。やはり G ペンは漫画の基本中の基本となるペンなので使いやすいですね。こういう細々した線とかカチッとした線を描くのに主に使っています。まあ、描こうと思えばどんな線でも描けてしまうペンなんですけど、はい、筆ペンの描いてる時のアップの映像です。これでわかるかと思うんですが、実は筆ペンと紙の感覚をつかむのに中指を画面につけて、紙の面につけて描いています。こ
これが先ほど言った秘密のコツというやつで、それによって微妙なペン先と紙のクリアランス、距離感を掴んでタッチを出しています。これができるようになると、ものすごく細い、丸ペンより細い線とかも描けるようになります。まあ一種のズルなんですが、上手い人だったらこんなことをする必要はないとは思うんですけど、僕はそれほど上手いわけではないので、工夫してこういう技法を編み出しました。中指の爪が少し伸びてると思うんですが、これはわざとで、少し中指の爪を伸ばしておくことによって、紙の滑りを良くして距離感をつかむようにしてるんですね。この中指接触技法の欠点としては、あまり長いストロークとか、あまりこう細々としたところには向かないということと、あと中指の爪が接触する原稿面がインクが乾いていなかったりすると、擦ってしまって大惨事になります。再び G ペンに持ち替えて陽子の手を描いています。こういう細かいところはやはり G ペンで描いた方が描きやすいです。陽子の前髪を描いています。呉竹万年毛筆筆ペンで慎重に描いています。黒髪の場合はホワイトで修正すると、後から直した時に線が変わってしまうので、なるべくホワイトは使いたくないんですよね。だから一発描きで修正しないように慎重に描いています。この絵で唯一丸ペンを使っているシーンです。陽子のほっぺたのちょちょっとした線を丸ペンで描きました。服のラジュアルなどは G ペンを使って描いていきます。 G ペンで描くラジュアルは一定のラインを描けるので、比較的乾いた感じのラジュアルになりますね。最後に細かい部分のベタを入れていきます。今使っているのはペンテルのサインペンですね。耐水顔料インクのサインペンです。こういう細かいところにベタを入れていくことで、絵が全体に締まっていい感じになります。残った部分のベタを入れていきます。今使っているのはペンテルの筆ペンです。顔料インクのカートリッジ式で、どこででも売ってるような普通の筆ペンです。ただ穂先がちょっと大きいので、あんまり重せには向かないと思い、こういうベタを塗ったりするところに使っています。もっと大きいベタ塗りなどはスキャンしてフォトショップに取り込んでからバケツツールで一気に塗ってしまった方がいいのですが、こういう細かなベタがあちこちにあるような絵では、こうしてアナログ原稿のうちにベタを塗っておかないと、後で塗り忘れが発生したりして恥ずかしい思いをします。最後に陽子の黒髪のベタを塗っていきます。使ってる筆ペンはペンテルの染料インクの筆ペンです。穂先がスポンジみたいになっている使い捨ての筆ペンです。
この筆ペンはずっと昔の旧ガムの頃から使っていて、専用インクのおかげですごくインクが伸びるんですね。それから穂先の形のせいか、太い線から細い線への向きが非常に綺麗に出るという性質があります。ただ弱点として専用インクのためホワイトがほとんど効かないんですね。そのために失敗しないように慎重に塗っています。はい、これでペンネは完成です。この後消しゴム掛けをしてスキャンしてフォトショップに取り込んで本入れホワイトなどをして仕上げます。これがフォトショップで仕上げのトーンを処理した後の原稿です。グレースケールの部分は印刷すると網点になって皆さんがご覧になっているような漫画原稿になります。ご覧の絵では吹き出しは非表示にしてあります。今回の作例に使ったガム化成繊維32は15ページの含まれている第7巻は2020年年内発売予定です。次回の予定ですが、今紹介したようなアナログの原稿の作画は現在やっていなくて、現在は完全なデジタル環境でネームから下書きペン入れ仕上げまでやっていまして、それを動画にしてアップしようかと思っています。クリップスタジオというソフトを使って書いてるんですけど、僕自身まだまだよく分かってない部分が多くて試行錯誤しながら書いています。ご視聴ありがとうございました。